こんにちは、松田です。はい、どうも、オタク惑星です。はい、いつものごとくね、突然始まりました。はい、今日はですね、何なのかっちゅうと、はい、じゃじゃん、わかりますか？モスラのたまごっち、たまごっちのモスラ版っていうのがですね、ちょっと紹介というか、これ結構ね、1ヶ月ぐらい前に買ってたんですけど、ずっと開封してなくて、やってみようかなと思ってはい、突然ね、ああもうそろそろいい加減開けなきゃなと思って、しかも未開封なんですけども、ほら見て、もうテープとか黄ばんじゃってすごいの、ほら真っ黄色、もう紫外線でね、なんつってもこれ20年ぐらい前のね商品なんで、はい、ではちょっと開けてみましょうかね。いやー、新品未使用を開ける、1ヶ月ぐらい前に買ったのかな。よいしょ、さささっとね、もうここで開けるよとこうか、こうか、こうだな。いや、てかね、もうすげえパリパリってるぞ。大丈夫か、紫外線でも完全にやられてるな。うわー、すーごい、動くんでしょうか、そもそも大丈夫なのか。ちょっと待ってね、電池をじゃあちょっと見てみましょうか。電池出てきました。電池出てきたらね、出ましたね、卵。これどうなんの、待っとくんだよね多分。これね、モスラの卵が今こうモコモコしてるんですけど、これが羽化するまで待っときます。お、なんか鳴き始めた。5分経ちました。お、小美人が起こしてます。お、うんこみたいなのが出てきたぞ。これモスベビーですね。はい、というわけでモスベビーが誕生しました。これは操作は、これ、あ、これは体調、この一番上のこのパラメー、このこれがついたら体調。はい、0日5トンあります、すでに高度生まれたての5トンで、これがご飯とお菓子が選べる。ご飯あげとこう、どうぞ。でこれが、この3つ目がなんだ、これはなんだ、遊ぶか、遊ぶで、これがトイレの掃除、これがしつけで、これが、治療だ、病院ね、治療、なんか嫌なことがあったな。これは電気をつけたり消したりするやつだ。寝かさなきゃいけないから、起きたり寝かさ捨てたりしなきゃいけないから、まあ、これさっきので、やるんだな。で、この最後のボタンっていうのは、これ、ね、最後、その呼び出しの隣があるんだけどさ、これがの横がね、今選択できないんだけど、これが光った時にはモスラが呼び出してる。おい、ご主人、なんかしろよみたいな。まあゲームでもしとくか。これ何すんのこれ。どうやって遊ぶんだ。キャンセルしたの今。これが決定か。違うか。お、当たった。あ、運ゲーかこれ。運ゲーか。こうモスラ出てくるの当てるんだ。もう運ゲーだなこれは。はい。あ、喜んでますね。喜んでます。遊んでもらって。まだするか、まだするか。おいおい、お、運ゲーだなこれ、ゲームも。おお、ロッキー、これだろで、これか、違うおお、はい、ありがとうございます。こんな感じでモスラがどんな風に成長しているのか楽しみですね。はい、まあちょこちょこやりながら、あの育成報告していきたいと思います。
たまごっちって何日ぐらいで終わるんだっけ。まあいいや、まあ、そんな感じでまたこうね、携帯撮ってるからね、こうちょこちょこ撮っていくよ、ね、動画にならなかったらこれお蔵入りな、うん、みんな 見ない結果は分かんないかもしれないけど、まあ、そんな感じです。じゃあベビーモス君、まあ、一緒に頑張ろうな。バイバイ。バイバイじゃねえな、まあ、次回の報告をお待ちください。ではあれから1時間ぐらい経ちました。なんか大きくなった。なんだろうね、この、あ、東京タワーか、これ。お腹。はい、大きさがね、11トンになりましたね。これなんかあるのかな？ぶっ壊してるけど。ご飯食う？なんだろう、あ、もっと成長するのかな。遊ばないということは、多分成長になるのかな。多分これ東京タワーでしょ。東京タワーをぶっ壊してる。あ、まあ東京タワーだよな多分これ。タワー的な、 なんだろうまあいいや。はい、あれから1時間2時間ぐらい経ちました。報告終わります。はい、おはようございます。本日2日目、モスラ、あー、ちょっと大きくなってるかな。はい、2日目、体重14トンです。お腹もいっぱい、ご機嫌が良くないですね。はい、こんな感じ、遊んでいくか。なんでこれか。よくわからん。運ゲー、これか。不機嫌。お、このパターン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 。ご機嫌。はい、というわけで育てていきます。今日は3日目です。見た目変化なしでございますな。3日目26トン、結構増えましたね、はい、こんな感じ。朝からご飯やってみましょうか。はい、なんか葉っぱ食ってるな。葉っぱ、装飾なのかこいつら。いらない、いらない、お菓子、カップケーキ食ってる。はい、もう一回やっとくか。あと、こんな感じです。2日目、3日目か。また何かあったら報告します。4日目か。おはようございます。ちょっと見て、大きくなりました多分。で、今うんこしてるんで、これうんこね、うんこを掃除したいと思います。よいしょよいしょ。いや、うんこが気になって喜んでます。はい、ステータス見てみようか。ん、これか。これか。4日目、31トン。お腹も普通、呼吸も普通だ。さあ、ちょっと遊んでみますか。運ゲーです。これがね、運ゲーなんですよ。
これ運ゲーだもんな。お、すげえ、今日すごくない？あー、1個外した。お、ご機嫌でーす。はい、ということでね、引き続き報告を待て。以上です。4日目昼、体調悪そうです。ドクロマークがついてます。なので、治療をしたいと思います。これは小美人のマークがあるんで、これをすると小美人が治してくれます。まだですね、もう一回回復と、回復と、こんな感じで進めていきます。今37トン、おー、いいですね、絶好調、正義も満タンですね。はい、引き続き頑張っていこう、頑張っていきます。はい、おはようございます。5日目の朝、モーニングうんこ&モーニング病気です。モーニングうんこから処理しますか。モーニングうんこ、ん？モーニングうんこ1、2、3、4、いや、モーニングうんこ、そしてちょっと病気気味なのでモーニング病気の治癒、小美人頼む。もう一回、よっしゃ、で、餌投入、餌投入、違う、餌を投入なんだけど、餌投入、餌を投入で、お菓子もあげちゃおう、今日はお菓子もあげるね。よし、ちょっとはお腹がご機嫌、 OK、 正義もし、44トン、大きくなったの、大きくなったの。というわけで4日目の朝でした。おはようございます。ね、6日目、47トン、お腹もいいしご機嫌だし、まあ普通か。モーニングうんこ処理、なんかほんとなんかルーティンになってるなこれ。大変だな。まあご機嫌だぜベイビー、うんこ処理してもらって、うん、本当に日々何もなくモスラは成長しています。以上です。7日目です。実はね、1回殺しました。でやり直して7日目、見てください。だから、あら、あら、7日目、29トン、ね、6日目で40何トンあったのにね、痩せらしたで、うんこしてます。でね、バトラーみたいになってんだよ今度。でうんこ流します。でご飯あげよう。ご飯は？あ、怒られた。あ、ごめん。あ、そっか、しつけをしちゃったんだ。ごめんね。しつけはいらないよね。ん？ご飯いっぱい食べな。うん、ご飯いらない。はい、そんな感じの、7日目でした。9日目？9日目。違う、8日目か、昨日7日だからね、28トン、ん？ 1 トン痩せとらす。あららら、ら、なんで痩せることもあるのね。なん、そうなの。うん、まあご機嫌が普通で、正義がまあまあ溜まってますな。まあ、ゲーム出ましてご機嫌を取りましょう。この謎のモグラ叩きゲーム、
謎のモグラ叩き、イエーイ。では引き続き8日目この亀と頑張っていきます。はい、8日目の夕方、はい、見てください。お、眉になったぞ。出てくるんだな、これが。もう少しだな、楽しみだな。はい、また報告します。浮かしたよ。浮かしたけど、見てご覧ください。何でしょうこの謎ピーナッツ。謎ピーナッツが生まれております。あれ、これモスラのたまごっちで浮かしたのが謎ピーナッツ。今後これどうなるんでしょうね。このままピーナッツなんでしょうか。まあまあまあ、今後も、進めていきます。今日はね、9日目、38トンです。お腹も減ってるな、ご機嫌もあるな。はい、なんか病気にかかってます。病気治してやろう。でりーるるりりりるー。まだか。お、だいぶなんか治療が必要ですな。はい、戻りました。はい、これねマユラっていうらしいですよ。これが最終形態、マユラモスラじゃなくマユラらしいですよ。マユの状態で覚醒みたいなまあ、うん、多分これ以上にはなんないでしょうね。悲しくはないけど、まあこれはこれでなんか可愛いんだけどね。なんかもっとこうなるのかなと思ったけど、まあでもね、これねずっと育てていくとまだ卵を産んでね、次の代に行くらしいです。これからね死亡するまで元気に育てていきたいと思います。それでは。死んでしもた急に死んだ。卵も残さず、11日生きました。75トンです。ちょっと太りすぎたのかな。こんな感じで、モスラのたまごっち終了です。また機会があったらやりたいな。以上。